アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、さくらななみです。今回初の DVD を撮影させていただきました。宮古島に来ています。宮古島に来るのも初めてです。今回のおすすめのシーンはチアダンスをしているシーンです。すごく久しぶりにダンスをしました。なかなかチアダンスをすることはないので、おすすめの一つです。いつもとはまた違った雰囲気、大人っぽい雰囲気と、景色もすごく綺麗だったので、そちらも楽しんでいただけるかと思います。以上、さくらななみでした。ありがとうございます。バイバイ。撮影中一番大変だったところは、大きいおにぎりを食べるところです。その前にお昼ご飯を食べた後だったので、すごく大きくてお腹いっぱいになりました。マイブームは、最近よく妹と一緒に走りに行ったりとかするんですけど、最近すごくハマってます。2時間とか走る時もあります。毎日使っているお気に入りのアイテムはニベアの青缶です。毎日塗ってるんですけど、沖縄の宮古島のお店でこのすっごい大きい、普段の 4、5倍ぐらいの大きいニベアの青缶を見つけて即購入しました。休みの日に出かけるとしたら、夢の国ディズニーに行きたいです。プーさんのハニーハントが大好きです。1日だけ男性に生まれ変われるとしたら何をしたいですか？女性にモテたいです。いろんなタイプの女性にモテたいです。無人島に一つだけ持っていくとしたら何を持っていきたいか。お布団です。お布団がないと生きていけません。理想のデートプラン、沖縄の海がすごく綺麗だったので、なんか夕日が綺麗な海辺でなんかゆっくりお話とか楽しそうだなって思います。一つだけ願いが叶うなら何を願いしたいか。なんだろう、鳥になって一回飛んでみたいです。特技は柔軟です。特に何かしてたってわけではないんですけど、すごく体が柔らかいです。これがペタッとくっつきます。これもっといきます。出身地が新潟なんですけども、良いところはご飯がすごく美味しいところです。おじいちゃんが田植えをしていて、私も手伝ってたんですけど、お米がすごく美味しいです。あとお魚もすごく美味しいです。今後挑戦してみたいお仕事はスカイダイビングとか、なんか絶叫系のお仕事をしてみたいです。皆さん、いつも応援していただいてありがとうございます。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。とても嬉しいです。バイバイ。